あたりです。先日発売になったこちらのサムライドというエナジードリンクを飲んでみたいと思います。サムライド、ちょっとパッケージを見せましょう。はい、かっこいい感じになってますね。サムライド、サムライド道、はい、ね、八角夏目カフェインアルギニン、はい、よくわかんないですねはい、はい、でカフェインが結構入ってるので、妊婦、小児体調の優れない方およびカフェインに敏感な方などは避けてください。はい、注意書きが書いてあります。はい、早速飲みましょうかね。鼓舞せよ魂ね、アギトみたいな感じでね。はい、よいしょ。いや、最近ねエナジードリンクの消費量が半端ないです毎日 1,2 本飲んでますからね。いつもレッドブルとかモンスターを飲んでるんですけど、こう今日ねエナジードリンクコーナーに行ったら新しいのが売ってて、飲んでみようと思って買ってきました。え？お？薬草っぽい味がする薬草っぽい味がするぞ。でもね、美味しい。何味なのこれ何味なんだこれ。ね、味書いてない、味書いてないけど侍味です。はい、侍の味がする。うんうん、美味しい、これ美味しい。ちょっとねドリンクの色が分かんないよね。ちょっとコップ、あ、ちょうどいいのあった、よいしょ。プリキュアのグラス使おう。洗ってないけど大丈夫だよね洗ってないけど大丈夫だよね。ちょっと入れます。はい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 、はいはい、うわ色濃いな、色濃い。はいはい、こんな色でございます。はい、ちょっとね色濃いね。うん、うん、これは効きそうな予感がするね。で、サムライド、サムライドっていうご当地ヒーローいませんでしたっけ。なんかでね見た気がするんですよ、サムライド、サムライド。ちょっと待ってくださいね、今調べます。そう、確かどれだったかな、どれだったかな、この辺かな。サムライド、サムライド、東映じゃないか、東映ヒーローには載ってないか。よいしょ、じゃあ宇宙船、宇宙船、待てよ、特撮ニュータイプなんかはどうだ。はい、ありました。こちら特撮ニュータイプ、2012年の4月号こちらに載ってましたね。はい、こちら剣山サムライド、はい、こちらですねサスライドプロジェクトという、プロジェクトで、忍者レッドの小川さんが、この、2011年の3月11日に発生した東北地震、はい、の、チャリティーの一環で始めている、確かそんなプロジェクトだったと思います。そうですね、はい、これがちなみに、こちらが主人公のサスライドかな、主人公のサスライドで、こちらがサムライド。はい、はい、また一つ賢くなったね。はい、というわけでねちょっと脱線しちゃったんですけども、こちらの、サムライドなかなかね美味しいです。なんて言うんでしょうね、この薬草っぽい感じがなかなか個人的には好きですね。なんか似たような味のドリンクが前あったような気がするんですけども忘れました。はい、いただきます
ごちそうさまです。はい、そして今夜配信の動画の予告です。今夜はプリキュア新聞2014年の春号をちょっと紹介したいと思います。年に2回か3回出てるのかな、プリキュア新聞なんですけども、今回は、プリキュアオールスターズの特別号みたいな感じになってますね。はい、配信は夕方の5時頃を予定をしておりますので、お楽しみに。それでは今日も一日頑張っていきましょう。バイバイ。なんか体が熱くなってきた気がする。